おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ前回のね、地獄のような、ガチャがまあちょっと一段落しましたので、後半ね行きましょう。やばかったね前回、マジで前回マジでやばかったよ。50連して ザビッツァーとシャビのために50連、1回3600円でしょ。やばいよね、おぞましいな、震えますね。はい、ただ私はここから逆転できることを祈っております。やばいね、1万円だもんな、 GB11,500円。行きましょう、今回の50連でね、素晴らしい結果になることでしょう。おそらくね、全校を貯めたんだと思います。はい、確率の壁を超えさせない、逆確率の壁を超えさせないでいきましょう。いや震えるぜ、震えるほどヒート、燃え尽きるほどハートですね。行きましょう。大丈夫かな、心配になっちゃうな、サカツク。はい、出てこいや、出てこいや、エディソンフローレス。はいはい、いやーちょっとね、まあまあね、ちょっとね、ちょっとね、ザビッツァーとね、ジャカはね辛かったですね。なんかもうちょっとね、もうちょっとなんかポジティブな選手が来てくれればいいんですけど、せめてマルディーニとかね、まあ、せめてマルディーニってなんか日本語おかしいけどさ、うん、まあでもね、ちょっとね、マルディーニとか来てくれてもいいんじゃないって思いますけどね。どうですか、マルディーニ一体も来てないからね。まあまあまあ確率的にはそんなもんなのかもしれないけどさ、ラズバンマリン、はい、お次は、うーん、赤くならない、イスマエル・ヤコブス、ヤコブス、ヤコブスじゃないよ、こい、あっちゅ、うん、どうなんだい。いやーマジでこれすごいな、どうしてしまったんですか、大丈夫ですか、パス20丸。ふざけんなよ、何がパス20丸やねん、なんやねん、うわー、怒りに狂っているマン。いやしょうがないっすね、こればっかりはしょうがないな、マジでやばいって、サカツク本当に良くないよ、マジ消費者庁案件になっちゃうよ。さあ行きましょう、マルコ・ドミトロビッチ、CB 星々の城塞、誰だこれ、頼む来い、あー、あれサリバ、あれ俺が欲しかったのサリバだっけ、サリバだね、うん、サリバだ、よかった、もうなんか分かんなくなってたもん今。なんかどうせ外れるんでしょみたいな、どうせなんかいいやつ来ないんでしょ、はいはいみたいな感じだったからさ、サリバを一瞬脳みそが理解しなかったよね、大丈夫か。いや言ってもね、言ってもですからね、言ってもだからね、ちょっと言い方悪いかもしれんけど、サリバそんな強くないからね。残念ですけどね。いやーそうなんだよな、一番チェントラーレなんで必須っちゃ必須ではありますけど、14,500ですからね、総合値でいくとね、トップクラスではないですから、いやー恐ろしいな、アレックス・ベンゲル恐ろしいですね、だってさ 10% でしょ、なんかね、そんな毎、当然毎回ではないとはいえ、10連で普通に2人ぐらい出てきてもいいわけでしょ、10連で2人以上出る確率が3割近くあるんだから、お、そう言ってたら2人目が来た、待ってこれ誰、これ超重要だよ、これがヴィエラかルンメニゲかシャビ、いやシャビいらない、ヴィエラかルンメでお願いします、頼みます、いっちゃんいらんやつ来た、現役しか出てこん、
うわーやばいね、久しぶりになんかきついガチャしてますね。あ、毎回これ言ってる気がするぞ。やばいって、毎回これ言ってない？大丈夫か。え、ちょ待って、もう70連終わったの？え、70連出て 10% の確率で現役4人しか引いてないの？やばすぎだろ、震えるぜ。サンライトイエローオーバードライブだぜ、やべえマジで。なんか来るとこまで来てんな、負けてられませんね。まあえ、マジ？最近サカスクのガチャ引いてなかったんですけど、こんな感じだったっけ？おかしいな、マジか、びっくらポンですね。サリバ一人だよ、だって今んとこ使える選手。100連って結構さ、重いけどね。まあまあしょうがないでしょう、まあそういうこともある、そういうこともあるよ。ほんとか、あるか。やばい、ちょ考え始めるとね、あれだからちょっと黙ってきましょう。ルーメンロフタスチーク、淡々と、あ、来た、あん、デスパレート、た、頼む、ようわからん、でもサリバじゃないことはわかる、ということはフェルトンゲンじゃね。ふざけんなよ。やばいって、これもうマジで、マジっすか、運営さん本気でですか、これガチっすか。ちょっとマジっすか。よくないよ、こういうの、あんまりこういうのすんのよくないよ、本当に。マジでやばいね、やばい。ちょっとやばすぎてなんか何も言えんくなってきた。シェイコークやて、いやマジか、やばいね。ベンゴットフリー、いやー、いやー、アンドレア・コルパニ、スープヘッド、クリスティアーノ・ロナウドですね。なんかロナさんもいっぱい来るね。いや、ありがたいけど、ただ今回ロナウド別にそんな強くないっていうね、悲しいですよね。一応オフェンスキーマンですけどね、悪くはないんだけどな。15,500だからな、ルンメの方がね強いんですよね。いやー、ちょ待って、やばいって、これ頑張ろう、頑張ろう。なんかビエラ欲しいみたいな、ビエラがな欲しいんだよみたいな感じでガチャ引き始めたのに、来る気配ねえんだけど、大丈夫か、お前。ビエラ様がそんな簡単に来ると思うね。うわ、クリスティアーノいっぱい来る、ありがとうございます。偏るな。いや、でも大丈夫、クリスティアーノ・ロナウドは好きだから大丈夫、好きな選手だから。好きな選手だったらもう全然もういいです、黙って受け入れましょう。好きだからね、好きって大切です。好きな感情は強い、好きが何よりも強いみたいなことどっかの誰かが言ってた気がするから、もうヤスミン・クルティッチ、いやー、マジでレジェンド一人も来ないんだけど、90連目だよもう。マジか、レオ・エスティゴーア、かっこよ名前。レオもかっこいいし、エスティゴーアもかっけえ。やばいって、10% だよね、アントニオ・サナブリア。まあそんなもんか、そんなもん、本当に。どうなんですか、偉い人教えてください、私に。マヌトリゲロス。うん。やばいよ。やばいですよ。チミアビラ、なんかまあいいよ、いいよ、もうしょうがない、もう私はおじさんだから、もう、はい、そうね、そうだよ、つまりそういうことだ。ね、やっぱおじさん、え、ちょ待って、やばいって、もう次100連目。おじさんはね、お金払わないといけない。私がこうやってお金を払うことで、どこかのね、学生さんがね無料で遊べてるわけですから、まあそうやって考えたら、まあそりゃそうだよね。うん、大切大切。さあ来ました、誰だい、パトリック・ビエラかい、誰が来るんだい、誰なんだい、頼む、
こい、うわもうわかん、おい待て待て待て、そろそろ言わせて、一応これはさすがにおかしいって、本当に本当にこれさ、何これ、ちゃんとさ本当に確率通りかい、サマンゴトス本当に確率通りかい、これはどうなんですかね、教えてください、私に本当に確率通りだと胸を張って言えますか、心臓にあのお手手を当ててこれは正しいですって言えますか、ついに切れたついに切れてしまった、ちょだっておかしいってマジで、だってさ、いやまあでもそんなもんなの、どうなの、だってさあ、マジやばいよね今回これ、ジョルダン・アイエウ今回やばいよ、アンテ・ブディミル、いやデニス・スアレス特別獲得国シーフ、頼むルンメニゲ、もう頼むルンメニゲにしてくれ、よしよしではない、待て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 、よしではないんよ、なん100レンデレジェンド1人か、しかも特別獲得枠でやばいね、面白いことしてくれるじゃねえか、へやばいね、200連してビエラ・マルディーニなし、やってんな本当に、大丈夫大丈夫ですかこれ、本当に大丈夫これ、はい、ってことで、いやーすごいね、なんかすごい状況になってきてしまいましたが、はい、なんかいろいろもらえました、うん、黙ってもらってきましょう、はい、ってことで、本日の動画ここまでにいたします。え、結果何を得たんだ私はこれで、まあ、ロナさんか、ロナさんと1サリバ、はい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 、ってことで本日の動画ここまでにいたします。ご視聴誠にありがとうございました。皆様の機嫌ラフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。